皆さんこんにちは、藤井かすみです。今回はアイアンに特化したレッスンをしたいと思います。100切りを目指す皆さん、アイアンでダフリやトップ、シャンクにフック、スライス、いろんなミスが出ると思います。まずはその、ミスショットを直すミスショットの原因を探る、レッスンをしたいと思います。ダフリやトップの大きな原因は、インサイドの低いところからクラブが、俗に言う寝て入るという状態が一番大きい原因だと思います。これをどう立たせるかという、レッスンというか練習方法をやってみたいと思います。まず、どういう状態かというと、こういうふうにクラブが入るのがだいたいミスショットの原因です。これを直す一番いい方法が、ボールを踏んでもいいんですけど、右側を高くする。こうすることによって右の腰が絶対高くなりますから、クラブが寝づらくなりますね。クラブが寝る状態っていうのはこういう状態です。これがクラブ右足を高いところに置くだけでクラブ絶対立ちますから、踏めるものを準備して練習するといいと思います。ちょっと打ってみます。クラブがこうなりやすいんですね。みんなこうなりやすいんですけど、こうだともう降りてくる場所がないんで、こうがいいですね。こういうふうに、だからこっちの腰の方が高いといいです。ということで、ボールでいきましょうか。ボールで、という感じです。これも一つの練習方法ですけど、私がおすすめなのはアイアンに関しては球をたくさん並べて歩きながら打ってほしいです。これで歩きながら肩の力を抜いて、落下のスピードを使いながら打つので、自分の力で打つと結構きついです。こう落下のスピードを使って下に振る感覚をこれで身につけてほしいです。いきますね。ちょっとしんどかったです。やっぱりこう歩く動作が入ることによって横に振る動作がしづらくなるんですね。こうはしづらいんで、前に歩くことによって手を縦に使う感覚が生まれやすいと思います。本来は打ち方としてはこうではなくて、上げたものをここからボンってこう下にこう落としながら打つのが正解ですから、こうやって打ってほしいです。ぜひ一度試してみてください。まず普通に打ってみてください。これを使わずに。で、それでさっき、まずこれやってみましょう。まずは。
待ってくださいよ。そうです。左の時に打ちます。左、左、そう、はい、左、左、そうそう、はい、左、はい、左、そう、はい、左、そうです、そうです。当たりやすいですね。これするとなんかちょっと気持ちいいでしょ、当たった時に。なんか当たった感触がすごい。そう、当たった時にパチンってこう下に向かって振ってる、はい、上げて、下ろして、上げて、下ろしてるんですね。上、下、はい、上、下、そうそう、上、下、はい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 、上、下で、ちょっと一球打ってみてください、今のイメージで、はい、そうです、そうです、だいぶいいです、だいぶいいです。全く当たらなかったことを考えると全然いいですよね。そう、ダフリの原因としては、まあ、ダフリもトップも同じことから起こるんですけど、インサイドの低いところから来ると、結局こういう形でインパクトを迎えることになります。 手の位置が体の正面に来た時にボールに全然間に合ってないです。これ本来はこう来ると手が近づいてきてクラブヘッドは前に出てきてボールに当たるんですけど、手が前に出ちゃうとこれこのまんま当たらないので、体を止めて手を振るしかなくなります。リリースが早いと俗にほどけるっていう状態ですけど、ほどけると地中に深く埋まっちゃうっていうか、で今度遅いとトップします。これもう一つは軸をあんまりこっちに傾けたくないですから、こういう形でインパクトを迎えるとクラブが寝やすいので、さっきは右足のかかとに物をって言いましたけど、これこれは右の腰を高くしたいから使ったものですけど、今度左足のかかとを上げたまま打つことで体が、前に寄らないことによって、寄ると絶対右が下がるので、寄らないことによって右が高いまま回転できますから、クラブはこうできればこう右の肘とこう腰がこう近づくような形で降りてくるとクラブは立つんですけど、軸がこっちに倒れると、俗に言うクラブが寝やすくなります。だから足をかかとを上げて打つのもありです。こういうものを使ったり、ボールを使ったり、なんかまあちょっと大げさに言うと、こういうところに足を乗っけて打ったりとか、カゴに足を乗っけて打ったりとかすることによって、右の腰が高い時に球に当たる感覚が分かると全然感じが変わると思います。ちょっと打ってみないですか。私よりも、ね、本当に打てない人が打てた方がなんかこうちょっと感覚的にね、そう、うん、多分絶対そういう感覚は今まで絶対ないはずなんですよ。おお、ちょうどいい感じじゃないですか。ちょっと、はい、やってみましょうよ。うん、めちゃくちゃいいですね。うん、めちゃくちゃいいですね。そうすると、そう、腰がこう高く回るんですね。そう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 。そうするとクラブが寝ないんですよ。寝ないですね。クラブ寝るのはこうですから、クラブは寝ないようにこう右のお尻をこうピッてこう後ろの人に見せるぐらい。そうそう。球が後ろならドローになるし、左なら。
はい。こうかこうか。そうそうですね。うん。こう上がって、こうやってくれ。そうですそうですそうです。え？まっすぐな位置は真ん中。真ん中でしょうね。こうならない。こうならない。でそれでまたさっきやったちょっと左のかかとを上げたまま、うん、左のかかとですよ、上げたまま打つんです、上げたままフィニッシュまで。あとはこっちはどうでもいい。まあいいですいいです、これいいでしょ。あーはい、うん、こっちの方がこっちの方が簡単かもしれないですね。皆さんいかがでしたか。参考になることがあればぜひ試してみてください。ヨウ君めちゃくちゃ変わったでしょ。3年ぐらいしためちゃくちゃ良くなると思うんですよ。今までこうやって打ってたじゃないですか。こうやってそれをこうやってこうやって打ってですね、これで打った後にこうなんならこう当たった瞬間にグッて一回戻るぐらい、それを体感するのが片足で。全然ちょっと違う話になるんですけど、重たいものを遠くに投げるときにこうやって投げないじゃないですか。重たいものを投げるときやっぱり軸こっちなんです、絶対こうやって投げるじゃないですか。それを実感するっていうか、こうやって打つことによって当たるときに使える、あの反作用なんですよ。作用側に動くんじゃなくて反作用側に動きたいからこれやるんですけど、あとはあのバランスボールに乗って打つとよくわかるんですけど、こうバックスイング上げた時にこっちに動いてインパクト以降こっちに体が動くんですよ。それそういうのを体感できると本来打つべき体の使い方ができるはずです。通常は、スイングはこう右から左に打つというのが結構主流だと思うんですけど、私は、クラブが寝たりとか、そういうことを防ぐためにも、バックスイングで後ろに上げて当たるまでは右に、重心がある方が、正確性もいいし飛距離も出ると思います。